グラーツ大学図書館のラテン語辞書辞典辞典とは言葉や物事、漢字などを集め、その品詞、意味、背景、使用法、派生語等を解説した書籍。辞書、辞引とも言う。なお、辞典、辞書という単語は、主に言葉について書かれたものについて用いるもので、文字について書かれた辞典は、辞典、辞物について、詳細に書かれた辞典については、 辞典という表記を用いて区別される。辞典、辞典、辞典はいずれも辞典で発話においては区別できないため、それぞれ言葉点、文字点、こと点と言い換えられることもある。辞書に関する学問分野として辞書学がある。辞書の編纂者は歴史コグラファーと呼ばれる。日本における現存最古の辞典は平安時代初期に空海によって編纂された。 天礼版証名義であると言われる。次に編まれたのは、小銃によって編纂された、緩和辞典、新鮮和座教である。これらは漢字を字型によって分類した辞書であった。この系統では、陰性期になると、類似名義章が作られた。一方、字画の流れを組み意味別に漢字が分類された、緩和辞典には、平安時代中期、源順によって編纂された。 和名類受賞がある。項目の多様性から日本最古の百科辞典ともされる。この系統の辞典では、室町時代になると読み書きが広い階層へ普及し始めたことを背景に、科学集、書種の節用集などの辞典が多く編まれた。また、漢字の辞音に基づいて漢字を分類した印象として、南北朝時代に修文民略が作られた。 安土桃山時代最末期の1603年にはイエズス会のキリスト教宣教師により日暮辞書が作成された。日本における辞書の故障はラホビ大悪辞書が書出と考えられる。日暮辞書は当時のポルトガル語アルファベットで記述されており室町時代末期安土桃山時代の日本語音音音をよく記録する第一級資料でもある。江戸時代には室町期の 説用集や往来物をもとにして非常に多数の辞典が編集、発行された。それらのうち和漢三歳図や古今洋乱行などは百科辞典と呼ぶべき内容を備えている。明治時代に入ると言語政策の一環として大月文彦の限界が編纂された。大月は西洋の言語理論をもとにして日本語の言語理論を体系化し、それにより 限界を作った。その後、限界を版として、多くの辞典が作られた。戦後は、新村いずる編、高辞園や、独特の語尺で知られる、山田忠夫他編、新明海国語辞典などを含め、様々な辞典が発行されている。現代では、各種の電子辞書も様々なメーカーから出されている。中国語を表記する文字は漢字であり、意味の違いに応じて異なる文字が扱われる。 このため、中国で言葉を集めたり解説することは、漢字を集め、その字義を解説することで代替された。漢字を字型によって配当し、字義や字音、字源などをまとめた書物を辞書と呼んだ。説問開示、玉編などがこれに相当する。これは、日本の緩和辞典の原型である。辞書は、後期辞典以降、辞典と呼ばれることが多くなった。一方、 自義によって漢字を集める書物もあり、一種の類語辞典であるが、これには自我、尺名、方言などがある。現在、中国ではこれらを訓古書と呼んでいるが、日本では河野六郎が義書と呼ぶことを提唱している。また、音韻によって漢字を分類し、その順によって並べた書物を印書と呼ぶ。これには、節印、降印、衆音、中原音韻などがある。 以上のように伝統的な中国の学問では漢字一字の字儀を扱うものしかなく、現代的に言えば、形体素の意味を扱う時点しかなかった。二字以上で表される単語の意味が扱われるようになるのは近代以降であり、現在の中国で語儀を扱うものは視点と呼んでいる。伝統学問では類語辞典的、百科字典的なものが作られた。これを類書という、 もっぱら自然界や人間界の事物や現象に関する語に関して、古今の様々な書物から要領を集めて引用したものである。後には書物が丸ごと分類され、辞典よりも草書的な様相を呈したものもある。芸文類樹、太平語欄、英楽大典、古今図書修正といったものが挙げられる。漢詩を作るのに利用された配分印譜などは、 日本の緩和時点で熟語の点呼の記載などに利用されたデジタル大地線の解説ことバンク日報辞書岩波書店1997年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月24日閲覧ありがとうございます